Jam the world. Breakthrough.茅野俊人がナビゲートしています J-WAVE JAM THE WORLD。 今夜のブレイクスルーは最新の脳科学から嘘のメカニズムを解き明かすテーマ、人はなぜ嘘をつくのかと題してお送りします。新しい生活が始まると人間関係も広がっていきますよね。その中で始まったばかりのコミュニケーションがあって、この人が言うこと本当なのかな、本音なのかなとか、もしかして嘘をついてるんじゃないのかな、などなど判断がつきにくい言葉や態度というのが出てきて、疑心暗鬼になってしまうこともあるかもしれませんね。人の本音ってなかなか見えてきませんよね。それから新しい環境に適応するときの心の状態、どんな状態なのか、嘘をついたことがないという方はおそらくいないと思いますけれども、ではなぜ人は嘘をついてしまうのでしょうか。今夜は嘘のメカニズムを最新の脳科学から解き明かしたいと思います。ゲストは武蔵野学院大学の教授で脳科学者の沢口俊之さんです。沢口さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。沢口さんは、まあ、テレビにもよくご覧、出てらっしゃいますので、知ってる方も多いと思いますよね。いや、わかんないです。はい。まあ、さんまさんのテレビのほんまでっか TV などでよく出てらっしゃるということでですね、はい、まあ、脳科学分野の最新事実、はい、かなりこう、わかりやすく話されているということで、はい。まあ、おなじみの方かなというふうに私も思いますけれども。光栄でございます。はい。そもそもですね、はい、まあ、脳科学から見て、まあ、なんで人って嘘をつくのかなっていうことから聞きたいなと思うんですけどね。脳科学から見たら、うん、脳が嘘をつくようになってるからです。というと、もう脳はですね、嘘をつくっていうことが、いわば進化的に本質に持ってるんですよ、うん。人間の脳が嘘をつくように発達してるということですか。そうです。まさにその通りです。だって犬だって嘘をつきますからね。犬も嘘つく。例えばどんな形ですか。犬は人を騙すために、うん、この自分が餌がないようなふりをしたりするんですよ。あ、もっと餌をもらおうとして、そうです餌がないような形ないように振る舞いをする、ワンワン跳ねて、うん、それであるのにやるとか、そういうのは犬で嘘つく。つまり何言いたいかって言ったら、嘘っていうのはかなり普遍的で、人間だけじゃないです。人間だけじゃない。だから脳的にももう分かってますよ、嘘つくっていうのはどうしてかという。ああ、そうですか。二つあるんですね、その場合は、進化的にこういう理由で嘘をつくっていうのと、はい、脳のレベルでこうで嘘をつくという二通りの問いがあるんですけども、両方ともほぼ分かってます。はい、進化論的に嘘をつくっていうのと、はい、脳の仕組みとして嘘をつくっていうのは、これどう違うんでしょうか。進化的に脳が進化したわけですから、はい、嘘をつくような脳領域とかができてきたっていうことになっちゃうんですよ。はい、そういう考え方ですね。なるほど。で、脳科学の構造として、脳の構造として嘘をつくっていうのはどういう形ですか。もうそれは嘘ついてる時と嘘ついてない時はもう全然違うっていうことが分かっていて、はい、嘘っていうのは高度な言語の一種と俺考えてるんですよ。高度な言語。そうですね。例えば説得をするとか交渉するとかっていうのと同じような、はいはい、そうしますと、その高度な脳領域が嘘をついてる時に活動するので、そういうことがもう分かっているんですよ。ああ、なるほど。つまり嘘っていうのは、はい、こう対人コミュニケーションの中の一つの戦略なんだってことですね。そうですよ。おっしゃる通りでございます。その通りです。その通りです。で、それが要は高度なものなんだということですよね。そうです。いや、高度ですよ。もう高度です。なるほど。なので本当幼い子供さんは嘘つきませんけども、だいたい下世になったら嘘つきますよ。あ、いわゆるこう発達心理学だとか人間 の発達という点で見ても、ある程度の段階に来ないと人間は嘘をつかないということですよね。そうです。なるほど。じゃあ、例えば自分の子供が嘘ばっかりついてたら、この子頭いいなと思ってもいいということ。あ、そうです。頭いいお子さんほど嘘をつくのがうまいというデータがあるぐらいなん で、うん、で、はい、嘘をつくって人を騙すっていうことなので、相手の立場が分かんなきゃダメですよね。はい。相手のどういうふうに予測するか、それどんなことをするか予測というのも入るので、頭が良くなければ嘘なんかついてもいい、もう無意味なんで、はい、嘘が上手いお子さんほど頭いいです。なるほど。非常に高度な、まあ、脳科学的に見ても非常に高度な知的活動だということは今の話で分かったんですけども、例えばこう脳科学的に嘘をついている時の状態と、それから本当のことを言っている状態っていうのは、何かこう明確に脳を観察して
働き方なんか区別ができるもんなんでしょうか。それはもう21世紀になってから研究どんどん進み明確に分かります。明確に分かる。どんなの違いますか。正しいですね、はい、これ2つ分けなきゃいけなくて、病的にの、嘘をつく方とそうじゃないかちょっと分けなきゃいけないんですよ、はい、病的に嘘をつく人とそうじゃない方っていうのは、まあ例えば我々の一般人を想定すればいいですか。そうですね、本当病的にというか、その要するに中毒的に嘘をつくことは快感になってる人いるんですよ。はい、そういう方に関してはちょっと脳が違います。もともとそういう快感的に嘘をつく方っていうのは脳がもともと通常の方よりも違うので、そういう方を問題にするか、あるいは通常の方を問題にするかによって我々は分けてます。嘘をつくことが快感というのは、例えば どのように脳の形質が違うということですか。嘘をつくと脳内ホルモンが出てきて快感に感じているので、はい、中毒になっちゃうんですよ。下したら嘘をついて人を騙すことがいわば喜びになってしまい、それは癖になってどんどんなので、要するに中毒、嘘中毒と言われてるんですよ。よく例えば昔話だとかそういったもので、はいはい、嘘ばっかりついて、人がそれによって、右往左往することが楽しいとか、そういう人たちっていうのは、まあ、特殊な形でいると。で、脳の構造も違います。ああ、そうですか。はい、じゃあ、まあ、そういう人たちはとりあえず置いといて、我々の日常の中で嘘をつくっていうことを見るとですね、例えば科学者っていうのは、嘘っていうのをどういうふうに観察するとき定義するんですか。それは非常に難しいんですよ、確かに。で、我々はまあ大体記憶から嘘というのを作ったりするので、記憶とその言ってることの整合性がつくかどうかっていうふうに考えます。ああ、なるほど。我々は何か話すときっていうのは必ず嘘を、自分の経験ですよね、はい、知識に関してはこれは間違いってなりますよね、嘘というよりも、ですが自分の経験だに関してはこれは嘘っていうことになるので、その実際に起こった経験、その方が経験したことと同じことを言っているか、あるいは違うことを言っているかっていうことのが一つの定義になります。なるほど。その人が行った経験と合致しているかどうか。そうです。それで言うとですね、私ね、こう例えば、まあ、学生のコミュニケーションを見てたりとか、まあ、自分自身もこうそういったものを体験することありますけど、こう例えば誰か髪の毛切ってくるじゃないですか、でみんな似合うねって言うんですよ。ああ、そうでしょうね。かわいいねって言うんですよ。何か買ってきたら。これ本当に言ってるのか言ってないのか。おそらくこれって嘘と嘘じゃないのの境界線というか、本人もどっちでもいいと思ってもう言ってんじゃないかなっていうふうに見えるんですよ。これって嘘なんですか、嘘じゃないですか。その場合はですね、今記憶の他にもう一個言い忘れました。感情っていうのがあって。感情。もちろん、その時に言えば感情なので、可愛いとかそういった類ですよね。それあえて、今だったら協調性を高めるための嘘ですね。協調性を高めるためにそれでその時に本当になっていないと思っていたとしても、まあ感情的にですね、ところが似合っているとかいうっていうのは、まさにこれ協調性を高める嘘で、でこれはですね、まあ哲学の世界では分かりませんけど、脳科学の世界では嘘っていうのはもともと自己利益のためだけにつくということが毎回言われていたんですけども、僕最近ですね、4、5年ぐらい前がそうではないと。人間っていうのは確かに自己利益のためにつきますけども、相手のためにつくと、相手を喜ばせるためにつくということも分かっているんですよ。ああ、なるほど。嘘の定義が結構広がったということですね。ですから今のような髪型が変わって可愛いねっていうのは、まあ、協調性を高める可能性もありますよね。なるほど。まあ、自己の利益のためっていうのは、例えば、まあ、よくあるパターンですね。悪いことやってしまったと。だけど、それがバレたくないとか、自分を正当化するために嘘をつくとか、そういうのが自己利益のために嘘をつくってことですよね。宿題やってないのにやったと言ったりとか。で、それではなくて、まあ、可愛いとかあんまり似合ってるとあんま思ってないけど、まあ似合ってるって言っとけば社会関係が円滑に行くなということで、その通りです。似合ってるねっていう言ったりするって強調性を高めるためですね。それは科学者から見て自己利益のための嘘と協調性のための嘘っていうのは何価値が違うものと考えられますね。また協調性を高める能力があるので、その場合は協調性を高める能力も同時に活性化します。ああ、なるほど。もう脳レベル見て、大変って分かっちゃうんですよ。その人は協調性を高めるために嘘をついているのか、あるいは自己利益のためなのかっていうのは。それで言うとですね、人間は、協調性が高い、協調性の嘘に着目すれば、協調性が高い人ほど嘘をつくっていうふうにも言えますし、でも自己利益のために嘘をつくっていうことを観点を見ると、自己中心的な人ほど嘘をつくということも言えると思うんですけど、どっちなんでしょうね。その通りなんですよ。要なんですよ。
え、両方両方なんで、だから困るんですよ。なので強調性高めるためにもう嘘をつきまくるって言うんですけど、その場合バレちゃうので、はい、その時にカットしてますよね、はい、だから適度に嘘はいいんですよ。で基本的に嘘っていうのは人間つくものなので、はい、まあ、計測なんです。大体1週間2回ぐらいですね、嘘つくのは。え、ああの頻度を観察していると1週間に1回か2回2回っていうのが大体のデータです。あ、その今のお話聞いて私はどちらかというと、え、少ないなと思ったんですけど、そんなもんなんですか。まあ自己申告なんですよ、これ。この手の研究っていうのは難しいので。いやね、だってこういろいろ見てると可愛いとかって思ってないのに言ってるなって一日何十回も見るような気がします。言ってるようになりますよね、まあ、一応そういうことを自己申告でやった調査において2回って言われてますね。2回と言われてる、言われてるんですけど、まあさすがにおっしゃる通りで定義が難しいので、うん、はい、ですから自分、しかもですね、人間はですね、自分が本当のことを言ってるつもりで嘘ついてることもあるんですよね。え、それは例えばどんな、あ、例えば自分が昔こんなことあったというふうに信じ込んでいるんですよ。あ、はい、それは本当はしていない。ところが最初嘘だと思っているにかかわらず、うん、お母さんとかが、いや、あなたこんなことやったじゃないと、まあ、あ、なるほど、ショッピングモール事件なんですけど、ショッピングモールで迷子になったっていう事実何にかかわらず、うん、あなたの子供の頃にショッピングモールで迷子になったじゃないかって言ってると、最初のうちはそんなことないって言ってるんですが、そのうちそうなったというふうに思うっていう、嘘をつくときに、はい、自分で嘘をついてるという自覚は必要なんでしょうか、それとも自覚がなくても嘘をつけるものか。これはまた問題ですね。あのですね、うん、通常の場合は自覚を持ちながら嘘をつくっていうのが本来の姿なんですよ。これは嘘ですよと分かりながら嘘をつくのが人間の、本来は、はい、ところがですね、あの自分が嘘をついていると思えないで嘘をつく人がいるっていうことも分かっていて、はい、しかもこれは言っていいのかな、一応研究では政治家に置いてあるんですよ、はい、政治家というのは最初嘘だと思っていながらも、うん、言ってるうちに本当だと思っちゃってるっていう、はい、政治家が多いっていうデータが、それはイギリスの研究であります。政治家じゃなくても結構ありますよね。ありますよ。まんとその政治家に限っちゃったんですけど、イギリスの研究っていうのは、まあ多分哲学者とか学者もあると思います。これはいい研究だと本当はあの研究費を取るために言ってただけなのに、ずっとそうやって言ってその体裁の下で研究してたら本当にいい研究だと思い始めてきちゃうとか。あ、そうなんですか。いや、理系に関しては、いや、それはもう客観的評価があるので、はい、あんま思わないですね。あ、そうですか。はい。いや、もう自分の論文を批判できなければ、これは科学者じゃないっていうのが理系の考え方なんで。うん、例えばですね、どんなものでも共同体があって、そうですね。そこに入っていくためには、はい、もともと入る前は大して価値があるものと思ってなくても、はい、みんながそこの共同体の人たちは価値があると思ってる。はい、そこにこう、順応するために、最初は なんでこんなものいいとか思ってんだよと言いながら合わせていくと、本当に自然にだんだんいいものになっていくっていうようなことってありますよね。いや、もちろんありますよ。それいろんなところで分かっていて、いろんなことありますよ。もう簡単な例は自分が年を取ったと思うだけで年を取るとか、逆バージョンもそうで、自分若いと思ってる若くなるとか、脳がですよ、はい、なのでまさに自分が思う通りに脳は変化していくっていうことが分かってるんですよ。今の話結構興味深いんですけど、自分が若いって思っていた方が実際に脳は若返るんですか。分かります。あ、そうですか。分かるんですよ。もう実際研究があります。それどんな脳の作用なんでしょうか。やっぱり思い込み効果っていうのが、はい、相当に今研究がされていて、思い込みによって相当脳が変わってくるっていうことが分かっているんですよ、はい、なので若いと思ってれば脳は若いっていうふうに勝手にこう使うんですよ。で、なるほど。逆に年取ってるっていう研究もあるんですけど、年取って言ってると実際に年取っちゃいます。ああ、そうですか。そういうことがあってきてます。脳が年を取るってどういうことなんですか。要するに例えば計算能力下がるとか記憶力が下がるとかっていうふうに自分で思ってると下がっちゃうんですよ。脳なのかっていうことなんですけども、一番は、まあ、記憶力の低下、あるいは判断力の低下、あるいは平気で打つようになる方もおられますよ。じゃあ例えば最近物忘れ悪くなってさ、年のせいだなって言って、でそれを言い訳にしてると、はい、本当に物忘れが激しくなる可能性があるということですか。まさにその通りです。そういうような研究がちゃんとあって、昔はそういう因果関係分からなかったんですよ。で、はい、それで言ってもらってたっていう研究、毎日自分は年取ってっていうふうに言ってもらっていたら、やがて自分のそういう検査をすると、はい、まあ、検査なんですけども、やっぱ脳が年取ってるっていう、通常よりも早いスピードで劣化してるというか、なので嘘つかない、まあ、じゃなくて若いと思ったほうがいいですよ。人文科学の分野でも、はい、予言の自己実現っていうことがあってですね、はいはい、例えば
みんながこの人が優勝するだろう、例えば株なんてそうですよね、みんながこの株上がるだろうって言ったら、みんながその株買うから実際に上がっていくというようなこと、これにちょっと近いですよね。近いですね、近いですね。まさにそんな感じです。それが脳にもあるということですか。脳にはそっちこうなんか自分が言ったことに即して行こうとする性質がありますから。ということは、はい、強調のための嘘って先ほどおっしゃいましたよね、はい、人間関係円滑するために、ね、まああんまり関心はないんだけど可愛いねとか似合うねとかね、はい、いいプレゼントだね、はい、ありがとうって言うっていうような状況は、はいはい、まあ何回も言ってれば本当に思うようになってくる、思うようになるはずです、うん、実際に思うようになってきてそれでなりますね、うん、脳は本当にそうなっちゃいますから言ってるうちに。なるほど。じゃあ嘘をついてるのが現実になるというのが、ね、ある種脳の一つのリアルな姿であるということですね。実際にそう、実際にそうですよ。実際にそうなんです。実際にそうっていうのは、騙されているとか、嘘をつかれていると思っても、はい、まあ、最近の研究でもそうで、うん、医者がこれはうつ病の治療薬ではないって言っていて、渡されてもうつ病治っちゃうとか。はい、ああ、そうですか。ないって言ってるんですよ、医者は。うつ病治療薬ではないんですよって言って、うん、じゃあ試して飲んでみても、うつ病が改善したんですよ。変な話なんですけども、はい、それはどうしてかっていうと、医者が出していて嘘はついてるかもしれないけど、あの医者は信用できるのでそれでっていうのを勝手に持って、うん、ぐらいに。ああ、そうですか。そのぐらいのっていうのは変なんですよ、ある意味変なんです。なるほど。もう興味深い話がもう盛りだくさんなんですけども、はい、後半は、まあ、嘘をつきやすい人ってどんな人なのかとか、はいはいはい、例えば、まあ、性別によって違うのかとか、はいはい、あるいは文化によって違うのかとか、はい、そういった話も伺っていきたいと思います、はい。茅野俊人がナビゲートしています。 J-WAVE JAM THE WORLD。 今夜のブレイクスルーのテーマは、人はなぜ嘘をつくのか。ゲストは武蔵野学院大学の教授で脳科学者の沢口俊之さんです。沢口さん、はい、後半もよろしくお願いします。よろしくお願いします。前半ですね、はい、自己利益のための嘘と協調性のための嘘というお話があって、はいはい、協調性の嘘っていうのは非常に興味深いなと思ったんですよね、はい、これって本当に嘘なのか嘘じゃないのかってなかなか分かんないじゃないですか。分かりにくいです。それは例えば可愛いねって言った時に、はい、似合うねって言った時に、はい、本人が明確に嘘をついてるかっていう自覚もないですよね。いや、そうなんですよ、難しいんです、感情系に関して難しいので、脳科学者たちもちょっと後回しにしてるところあるんですけど、一応感情で本当かどうかっていうことは一応分かるので、ちょっと分かるんですよ、表情とかで。それ分かるんですか。分かったりするんですよ。で、はい、本当はですね、本当はというか実はその人が本当に信頼できるかどうかも分かるっていうこと分かってるんです。どういうことですか。例えば、はい、ですね、A さんが信用できるかどうかっていうことを分かるんです、はい、こっちは直感的に。対人関係の中で相手、この人は信用できるなとかできないなっていうことを人間は常に判断してるということですか。直感的って言われてるんですよ。でしかもですね、これ言っていいかどうか分かりませんけども、相手が信頼できるかどうかが分かる能力というのは、はい、実は最初の初期の研究ではなんと学校の偏差値と関係するっていう、大学に違う大学に行ってどの程度相手のことを信頼するかっていうようなことを調べてみると、はい、偏差値が高い大学生ほど信用しやすいんです。信用しやすい、しやすいし、相手のことを信用しやすい、信用するし、あとはその信用が合ってるんですよ。この人信用できそうだなっていう直感が正しいことが多いということですか。でその、まあ、研究ですが、その人の信用度っていうのをレーティングするわけですよ、いろんなこと聞いて、はい、嘘のことついてるか、そうと合うんです。でその他の研究で、要するに一人言ってしまうと、言っていいのかな、頭がいい人ほど相手が嘘つきかどうか、あるいは信頼できるかどうか分かるので、第一印象が一番重要ようだと言われてますね。頭のいい人に対しては嘘をつきにくいわけですね。そうすると、つきにくいですよ、バレちゃって。バレちゃうから。バレちゃいます。なるほど。逆も真なんで。そうですか。私結構騙されやすいなってよく思うんですけど、私のことはいいですよね、それはね。いや、頭がいい方は信用しちゃうので、はい、それで騙される可能性があります。あと本当に嘘つきが上手い方って、はい、人にバレないんですよ。
そういったって。あ、なるほど。すごくうまいので、脳のレベルでも分かんない時があるんです。最近脳科学の本を読んでるとですね、はい、例えばこの人は凶暴そうでやばいなとかいうことって、はい、意外と人間はパッと認識してるんだっていうお話ありますよね。その通りでございます。大体 0.5 秒です。ああ、そうですか。0.5 秒で脳判断できるというデータ。相手がどんな人間かっていう。そうです。じゃあよくこう、なんていうんですかね、性格は顔に現れてるっていうのは、必ずしも昔の、迷信とかそういったことではないということですか。顔のみならず、そのちょっとした動作とか。はい。そういう類ですね。あと、匂いなんかで分かったりもするので。ああ、そうですか。匂いで相手が今ですね、嘘っていうわけじゃないですけど、例えば嫌な感じを持ってるとかっていうのを、全然見なくて、はい、汗の匂い嗅いだだけで。あ、この人は今嫌な感じを持ってるっていうことが分かりますよ。なるほど。その側に匂いも関係します。あ、そうですか、はい、人間のそのそれもでも結局脳で認識してるということで考えると、そうです、脳の能力って本当にいやすごいんですよ。すごいっていうことどんどん分かってきて、はい、昔は 0.5 秒であの子だっていうのはなかなか難しかったんですけども、実証できにくいですからね。できないんですよ、うん、ところが今 0.5 秒ぐらいの間でも、まあ、計測できるようになってきたからなので、それで研究するんですよ。なるほど。嘘の話に戻すとですね、はい、先ほど自己利益のための嘘と協調性のための嘘ってありましたけども、男女によって嘘が上手とか下手とか、嘘つきやすいとかつきにくい、性別によって違いってありますか。ですね、脳科学的に見て、ですね、一応言ってもいいんであれば女性って言われてますね。え、女性がの方が嘘がうまい、つきつくと、嘘がうまいし、つくというデータはあるんですけど、うん、はい、これはまた自己申告だったりするので分かりにくいんですけども、一応調べたら女性の方が嘘がつきやすいっていう。それは科学的なエビデンスがやはり見出されるということですか。あるんですけど、まあ、疑われますよね、うん、こういうのっていうのはなかなか定説になっていませんが、いくつか論文は我々人々は大体の場合女性の方が嘘つきだっていう研究が多いです。脳科学の最近の研究はどちらかというと性差、性別というものに結構こうちゃんと違いがあるっていうようなことを支持する研究が結構多いですよね。多いですし、うん、最近ね、民族差っていうところまでも入ってきてるんですよ。民族差っていうのは遺伝子の、が民族に差が出てきたので、で、はい、脳の機能に関係する遺伝子も結構見つかってますから、はい、昔のように人類は全部同じって考えていたんですよ、我々は、はい、ところがよく調べてみると男女差がありますし、はい、この民族差もあるっていうことで、今研究はそっち系もありますよ。それは嘘をこうつくということに関して言うと、例えばどの民族とかどういう生活形態にある人が嘘つきやすいというのはありますか。ですね、その嘘の中身なんです。まあ協調的に嘘というのは、はい、いわゆる稲作文化を持っている方々がそっち系ですね。あ、協調的な嘘を、協調のための嘘をつくのは稲作文化。まあ、集団的に何か、例えば、水路を確保するとか、田んぼをみんなで管理するとか、そういうことが必要な文化圏ほど協調的な嘘をつきやすい。それはもうそういう研究が、まあ、でも、最近分かったんですね。稲作セオリー。ライスセオリーって呼ぶんですけども、うん、これは協調性が高くて、集団主義的で、はい、それで、嘘というとついた場合でも協調性を高めても嘘です。なるほど。あとは小麦文化セオリーで、小麦文化って一人でやったりするんですよ。なので基本自己中心的で、はい、それで自己中心で嘘をつく可能性が高いのが小麦文化です。小麦文化、要するにヨーロッパという形ですか。とかアメリカですよね、はい、なるほど。まあ、言っちゃいけないんですけど、一応言っちゃいますけど、はい、そうなってますね、はい、でも今理論なので、しかもさっき言って嘘っていうのは難しいんですよ、うん、自己申告でやっていただくけど、なんか自分嘘つきかとかこう適当にやっちゃうんで、なので結構難しいです。先ほど性別で言うと、まあこれはまだ議論はあるとはいえ、はい、女性の方が嘘が上手だという研究もある、はい、ね、というのはこれは女性の方がやっぱりこうコミュニケーション上手で協調性高いとか、はい、そうです。そういったことと関係するんですか。まさにその通りなんですよ。もともと女性の協調性高いですし、お互いにですね、うん、あと群れっていうか、お互いにこうボンドっていうか、うん、お互いにママ友みたいな、女性同士仲間を作りや高い、そうですよね、高いんですよ、男性じゃって、うん、その時に嘘をつかないと弾かれたりするので、はい、それで嘘をつくっていう。あ、要するに髪を切った時に可愛いねって言って言わないと、仲間じゃないって言われちゃ う女性はフィーメルボンドと言いまして、女性集団作るので、はいはい、その時に変なこと言ってしまうと恥じられますよね。だってゴージャスな洋服だって自慢しているのママ友に、うん、何そんなの変なと言ってしまったら恥じられちゃいますよね、まあ、なのでお互いにこう褒め合ったりとかして協調性を高めるっていうことがあるので、はい、しかも協調性能力発達してるんですよ、女性の方が。
基本的に女性の協調性なんで、それで協調性を高めた嘘は女性がつきやすいっていうデータもありますし、なるほど、病気の方もそうなんですよ。病的な嘘つきの方も実は女性が多いんです。病的な嘘つきの方も多いんですよ、女性が。それはどう説明されるんですか？いや、だから今言った通りです。協調性を高めるために嘘をついてるうちに、うん、やがてどん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 嘘をついて、はい、その場合の病的っていうのは先ほど言って嘘つくことが快楽だっていう、そうです、そっちです。そういうふうになってきてしまうということですか？なっちゃうんですよ。それはまあ協調のために嘘をついていると最初のうちは、だんだん相手も喜ぶし自分もこう、そうですその地位が安定していくということで、そういうことですね。何か嘘で人をコントロールしようというような、その通りなんですよ。だから女性はもう、いや、ちょっと困るんですよ。あんまりこういうこのあの方向に行っちゃうとすいません、なかなか難しいというのもあると思いますけど、はいはいはい、すいません。なるほど。あとですね、はい、まあ、男女差ということで言うと、よくこう不倫の研究なんていうのは社会学なんかであったんですね、はい、男女で実はこう、はい、既婚者で男あの不倫してる割合って実は男女変わらないと、はい、だけど実際バレるのは男の方が多い。これも今お話しされた性別による嘘っていう問題と関係してると考えられますか？女性の方はですね、嘘がうまいっていうことにつきますね、はい、うまいんですよ。男はむしろなんで嘘を下手なんですか？嘘をつかなくてもいいっていうような、感じだったんですね。要するに女性の場合、他人の自分の旦那以外の子供を作るっていうのは相当まずいことで、はい、これはバレたら本当まずいですね、昔だったら、はい、今の DNA 関連ありますけども、なので自分の子供以外の子供を作っちゃったっていうことを夫にバレたら相当まずいっていうことが根本にあります、うん、でも男の場合だったら別に他に作っちゃったで別にそれほど大きな問題じゃないっていう考え方なんですよ。これはですね、話せば長くなっちゃうんですけど、一夫多妻制が人間の基本なので、まあ、今そのどういった、まあ、類人猿とのつながりの中で人類がどう進化してきたのかという研究結構なされてますよね。まあ、その中で、子殺しっていうのが非常にこうゴリラだとかチンパンジーなんかで、実はメスが子供連れて別のオスのところに行くと、オスはその子供を殺してしまうことが高い、そういうことが高いってこと言われてますけど、そういったこうことと関係してるんですかね？素晴らしいですね。まさにその通りなんですよ。それで、そうやってあなたの子供だよっていうふうに騙すという戦略ですね。あと群れの中で、はい、要するにどのオスの子供か分かんないようにするっていう、要するに群れの中で子供戦略的なものですか？そうです。要するにメスが、はい、がいて、どのオスの子供か分かんなければ心して怒れませんよね。だってかもしれないと思っちゃうんで、そのメスが連れてる子供は自分の子供かもしれないので殺さない、っていうんでメスの方の戦略として騙すようになっちゃったわけですよ。なるほど。どのオスか分からなくするっていう。なるほど。いや、嘘っていうのは騙すっていう感じなんですけども、分からなくするってことで心を避けるっていう。ああ、なるほど。チンパンジーによく似たボノボというのは、まあ、いわゆるこう乱交することによって、どのオスの子供なのかってことを分からなくて、みんなでメスをこう共有するような、そういう形で子殺しを防ぐような、そういうメカニズムが働いてますよね。乱婚性ってやつですね。だから人間っていうのはその乱婚性と一夫一婦性、一夫多妻性と一夫性が混じっているやっこしい生き物だってなってるんで。なるほど。やっこしいんですよ本当に。まあ、その中で、まあ、こう集団として生きていくための、まあ、一つのこう手段として嘘というものが発達してきたんじゃないか。そうですね、まさにその通りなんです。適応ですよ、一言で言えば環境に適応、あるいは集団生活に適応。そうです社会環境と自然環境の、まあ、自然環境はそうではないですが、社会環境の適応のために嘘をつくっていうのが我々の基本的考え方で、そのために脳も発達してきたというふうに考えています、うん、なるほど。結構嘘って本当に脳使うんですよ。まあ、相当考えないといけませんよね。いけないので前頭前野とかっていうところとか前頭ですね、バーッと活性化するので、はい、脳の活見ればこの方嘘ついてるどうか分かるので、裁判でアメリカの裁判で使われることもたまにあるという。かつて、いわゆる、なんていうか、嘘発見器っていうものがよく使われたじゃないですか。はい、70年ぐらいまでですかね、60年代とか。あれは何か根拠ってやっぱ、今から見て有効なものってあったんですか？ありますよ、もちろん。温度変化がありますし、あと汗が変えたりするんですよ、はい、でそれと同じ、それはあまりにも精度はまあ高くないですし、脳科学のレベルに入ってますけども、はい、その面倒くさい場合は胃です。今胃筋電図、はい、胃で割と分かるんですよ。人が嘘つくと胃のがちょっと変わるので、胃の動きが、
で胃の動きを喋るとその人がうつ病かっていうのは昔ながらのうつ研究よりももっと精度高いですよ。あの嘘って人によって上手い下手あるじゃないですか。性別でも嘘、その場合やっぱり胃の動きも変わってくるんですか。変わってきますね。変わってきます。上手な人ほど動かない。動かないです。なので結局は脳を調べないとダメなんですよ。なるほど。あのこれからのですね、はい、あの人間関係、まあ、本当に今の人間というのは複雑な人間関係を生きていると思うんですけれども、はいはい、まあ、その中でですね、はい、まあ、嘘、人間というのは嘘をつく生き物だという前提から出発してるわけですね、私たちも今ね。あ、そうです。その中で今後こう人間の嘘だとか、はい、建前と、ね、の部分で振り回されないようにするような何かこう指針とか心構えっていうものを脳科学から見るとすればどんなこと言えますか。まだ自分が嘘をつかないことですね。嘘をつかないこと。自分が嘘をつかなければ相手も嘘をつかないっていう、うん、これはもう、もうそういうふうに伝播していくので自分が嘘をつかないことが一番いいです。しかも嘘をつかない人ほどあの寿命は長いんですよ。そういう研究もあるんですか。あ、もちろんですよ。嘘をつかない人ほど寿命も長いですし寿命が長い脳も健康の状態が長く続きます。これはどういうふうに説明できるんですか。あの嘘をつくっていうのはもちろんストレスになったりするんですやっぱり、はい、あ、なるほど。そうじゃない方は別ですけども、うん、通常の方は嘘をついているそのまま脳がねだったりするのでやっぱ嘘ついちゃったなとか、まずかったな、まあ、軽度の嘘はいいんですけどもちょっと高度な嘘でその人をずっと信じていていると、うん、ストレスがたまるじゃないですか、はい、そのせいらしいです。嘘をついたらストレスがたまるってすごいわかりますね。そうするとあのバレるかどうかって心配になるし、またそれバレないために新しい嘘を考えなきゃいけないって心労が増えますもんね、やっぱり。そうですよ。だ正直者ほど長生きするっていうような、まあ、いやキーワードなんですよ。正直者ほど長生きする。なるほど。正直者ほど頭も良くなっていくっていうか、あと正直でいるとそれが伝播していて相手も嘘をつかないようになる。いやだって相手は正直なんで自分も嘘ついてると今度こっちがあのストレスにさらされるようになるので、はい、嘘をつかなくなるんですよ。なるほど。あとは、まあ、あのやっぱり嘘をつくと正直な人に対して嘘をつくと自分の立場も悪くなってきますよ ね、 バレた時に。実際そうなので本当にその通りで正直者ほどいいっていうデータが結構増えてますよ。あ、そっちの研究も多いので、はい、あのここっていう大事な時ほど嘘をついちゃいけないって言いますよね。そうなんです。後々バレた時にまずいですしそれストレスになっちゃうんで。そうですよね。なのでそれやらないといいと思いますよ。あの本当は自分を一番取り繕いたい時ほどむしろ身を振り返って嘘をつかないっていうのが後々結局長期的には物事がうまくいく戦略だっていうのは。そうです。一回そうして嘘あとついちゃうと嘘つきだっていうふうに思っちゃうのでこっちが、はい、そうすると信用度が下がっちゃうので本当に、まあ、軽度の嘘だっていいんですけども高度の、うん、重大な嘘がついちゃうとその人の信用がガッと下がるのはもう分かってることなんで。そうですね。ただ正直者が一番得するんです結局は。私も時々あの思うんですけど不利な状況に置かれたりとか、自分の立場が悪い時ほど正直でいた方が結局は得だなっていう気がするんですよね。そうですし脳が健康なので後々うまくいきますよね。これ脳科学的にも言えると。あ、もちろんそうです。そうです。いざという時に本当は本当も言ってもいいです。もうそれで済んじゃうんで。なるほど。そうですね。終わらせてそこから出発した方がもうよっぽど自分も脳的には安定しますしストレスがたまらないので、はい、ストレスがたまっちゃうと思考力も落ちちゃうので、うん、判断力も鈍りますからその時はもう確実に嘘つかないで本当のこと言った方が後々いいですよ。なるほど。嘘をつかない正直でいることが脳を鍛えることであり、まあ、ストレスから解放されることだという話最後ためになりましたね。沢口さん今日はどうもありがとうございました。失礼しました。ありがとうございます。今夜のテーマは人はなぜ嘘をつくのか。ゲストは武蔵野学院大学の教授で脳科学者の沢口俊之さんでした。以上ブレイクスルーでした。